抜き打ち勝負を決する型試合である。斉藤弥九郎は、北進一刀流の千葉周作、京進明治流の桃井俊三と並び、はーっ高い方の柔術指南となり、関西地方で広がる。大阪の大島一学は柳生さんより送電を受けた。仙台の流れは大門が終焉に来たので、ついに大阪駅に行き、釜槍を封印し、大阪人流操術を始めるに至ったと伝えられています。大阪人流の槍は、通常Yay! Yay!